コース全部回ってくれるので皆さんとご挨拶できると思います。はい、撮ります。はい、チーズ。イエーイ、撮りました。それでは行きます。お願いします。お願いします。いいとこ。ナイス。お願いします。お願いします。おお、兄は100を切れるのか。はい、兄です。今日は100切りを目標に頑張ります。さっきはなかったことにさせていただきました。ありがとうございます。昨日はリベンジだ。さて、振ってください。ちゃんと100。始球式だったのでもう一回打ちます。いいんじゃない？さっきよりは。お、残った。おお、いい音。よいしょ。強い。ありがとうございます。寒いけど今日は風が、うん、ない。ない。イーストウッドより暖かいって言ったもんね。高い。でもイーストウッドスコア良かったじゃん。スコア良かったですね。なんかそういう悪いコンディションに強いんじゃない？そうかもしれない。うん、パターが良かったのかな、なんだったか忘れちゃったけど、でもアプローチとかそんなにだったイメージ。何番で打つんですか？1番で、あの木のちょっと右を軽く出すだけ。100ヤードくらい狙っていく。かぶせた。そうか、ビデオって見えないんだよね、見てるとあんまり。でもナイスですって言ったよ。ナイスですと言われた、言われたけど。8番で打ちました。どうする、 UTT 打つ。悩みどころ、気に当たるかもしれないから。もう7番アイアンでピック出す。またアプローチします。おお、はい。何この人。うははい、うははい。大きかったけど、打ち方最高じゃん。大きかったな。うん。意外に飛んだ。うん。しっかり入ってたよ。だってこれしか振ってないよ。うん。でももう出玉がさ、低すぎ。強かったね。そうだね。でもないっすよ。あと寄せ番よ。はい。ちょうどあのマウンドあたりを、超えるあたりを狙って打てばいいんじゃないですか。サンドエッジで打ちます。あ、硬いね。ちょっと硬い、凍ってる。大丈夫です。さあ、純ちゃん得意のアプローチ、逆目だそうです。またやってる。冬は仕方ない。うん、乗った。下ってるから。おお、スライスラインパッと。おお、うまく打ったよ。惜しい。ナイスイン。ダボ。まあ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 。まあまあ。シダの
さんと金子さんが今日一緒に回ってる方です。前一等賞に出てくれて、もう決勝進出決まってらっしゃるお二人ですか？16位と4位。ベストスコアは？僕74です。ひゃーもうずいぶん昔の話ですけど。いや、うまい。ベストスコアは？あ、僕は75です。わ、まぐれですけどね。まぐれです。さあ、70代2人のドライバーショット撮っていきたいと思います。おー、ナイスショー。リズム最高。おー、でも大丈夫です。あー、凍ってる。ちょっと不運ですね、今のは。左の紅葉してない木からスライスのイメージ。紅葉してない木。あ、ちょっと右向いてます。ちょっとこの辺させて。はい、まっすぐです。ナイスショー。だー、紅葉してない木にまっすぐ飛んでいきました。今日のじゅんちゃんピンクです。え、いや、今日のじゅんちゃんピンクです。はい、かわいいね。ネイビーにピンクはいいね。女子っぽく。今日どんな球出るかわかんないんだよね。まだ探り中。探り中です。あ、おー、すごい強いけど。強い。あ、バッカ。ちょっとなんかあのボールの先を見る感じがプロっぽかった。スキップも変えて、すごい上手だった。お、上手。じゃあ、ココちゃんやってよ。私ね、あ、できてるじゃん。できてる？うん。あの、アナウンサーのスキップ受けるね。こんな配れたってやつ。あれ、めっちゃ楽しかった。はい、ありました。ちょっと目の前が木なので、どう脱出するのか。うん、ナイスアウト。金子さんのセカンドショットです。フェアウェイウッド。そうですね。どういう感じで意識して打たれてますか？とにかくまっすぐバンカーの右です。はい、奥のバンカーの右狙い。ナイスショー。すんなり。ナイスです。何、3打目。5番ウッドです。無理しないでくださいね。ここ右行くともう狙えないんで。タヌキがいる。タヌキがいる。ちょっと待って、タヌキ、タヌキ、タヌキアップ、タヌキアップ。タヌキどこ？タヌキ打つぞ。あ、戻った。大丈夫、越えちゃえば。でも右はね。あー、でも前行ったかな。じゅんちゃん3打目です。今日のじゅんちゃんは一味違うよ。もうちょっと待ってください。はい、もうちょっとしたら戻ってきます。はい、金子さん3打目です。はい、何番何ヤードで行きますか？8番でちょっと高い球を打ちたいですね。はい、木の上。木の上。お、抜けた。ナイス。抜けましたよ。あ、跳ねてる、跳ねてる。凍ってる。跳ねた。とんまい。このグリーンを狙うか。どっちがいいですか？まずそこの根っこに 100% 当たると思うから。いや、すごい右に出せるんだったらいいけど。まあ、そこしか出せない。ここしか出せない。そこ。そこに出せる自信と、こっちから4打目狙う自信、どっちかって感じ。5打目か。まあ、パターの方がそのフェアウェイに置く。ラフでいいってことでしょ。出ました。いいとこ行った。うん。
五段目手前から行くイメージでお願いします。お、いいんじゃない、ちょうど跳ねてちょうどいい。おい、いったいったいった、跳ねてちょうどよかったです。うまい、だー、今入ってたけど、入ってたけど出た、はい、またガボじゃん。ボギーパットです。感じ。待て。あ、ちょい伸びず。はい。ダボです。シランさん、何番何ヤード打ちますか。迷ってる。お。お、うまい。これはいい。ナイスショー。おー、完璧。ナイスオンです。フック切りのお兄さんは、今こちらがフックスライスです。ダボダボできてるんで、この辺でちょっとパワー取っときたいですね。あー、これは池です。池ではないですか。どうですか、際どい。お、止まってるかも。ちょっと引っ張り癖がありますね。スリーはね、さっきもドライバーも引っ張ってましたよ。はい、110ヤード9番で打ちます。じゅんちゃんです。ナイスショー。うん、ナイスオン。はい、ナイスオン。オッケー、左サイド乗りました。手返しちゃってるんで、手止めたいですね。でも今良かったんじゃない。今頑張って、今ですね、あのレッスンとか練習に行ってて。どうしたの急に、ね、練習。今流行りのスイングっていうのをね、覚えてるんですよ。おイボミみたいな結構あの効果はありますか。あります、あります。だから今日すごいいい音してますね。うん、してる。強い強いよね。うん、あ、その今流行りのスイングを飛ぶらしいんですよ。おお、それはもうね、当たりがね強くてね、すごくね、なんか今までにないこう、そうでしょ、回転、そうな感じはする。フェイスローテーションしない、手返さないで、そのまま腰切って振ってくってやつ。こう手首返さない、このままグッて。そう、でもそれ我慢が必要なんだ。手首返すと左って。ああ、じゃあこうして腰だけこう振ってくる、でパシッとパシッと、ね、で左に抜い、左に振っていくスイングです。いや、私が頑張ってるスイングです。エッフェル塔がかわいいね。いや、キャロウェイのエッフェル塔です。新作多分。さあ、百切りのお兄さん第2打目です。おー、うまい。ナイスです。おー、切れる。切れました。やっぱ切れた。切れましたね。兄3打目です。ここはね、ボギーにしていきたいですね。あー、右出たんじゃないの。ちょっと強いかな。集中してください。丁寧にお願いします。バーディーパットです。白野さん、感じ。そこから落ちて落ちて。あ、意外に重い。これ結構ボギーにするかダボにするかで変わってきますんで、大事なパットです。まず平行に構えます。そしてちょっと内股に行きます。ああ、打ててない。
ダボが止まらん。キンちゃんのパーパットです。入った。おー、しっかり、ナイスパー。いいパット。今の感じ見習ってほしいんですけどって言いたかったんですけど、いないですね、もう。もうね、雑なんですよね。わかる？ちょっと喋りすぎなのと、無駄な。気が散漫。気が散漫してる。注意散漫って感じ。うん、で、そうだな。気をつけなきゃいけない。そこよりも違うところに気が気になっちゃってるって分かんないけどまあいつものことだから、それはまあね、うんうんうん、やっぱこう何も考えないでできるようにならないといけないと思うんですけど ね、もうちょっとね、もうちょっとラウンドはね、うん、考えすぎないで自然に振っていきましょう。同じスピードですよ、振り下ろすときに。確かに、確かに。ちょっと右すごい向いてるけど、しっかり自分の持ち球をイメージして。そうそう、いいじゃん今のリズム。やっと持ち球出たよ。オッケーオッケー。そんな感じでゆっくりでお願いしますよ。めっちゃ我慢した。うん、それぐらいやっぱ下ろしてくるとき早くならないように、うんうん。今インパクトになんかね、重点なくてね、そうそうそう、ゆったりな感じで、そんな感じで、気楽な感じで、気楽にお願いします。あとパターだけ集中して。そうですね、パターのちょっと集中力が。パターはね、あのパターいつからですか？この2ヶ月。あれ、うちの父親もすごい好きなパターで。めっちゃむずいな、あれ。そうなの？あのちょっとでも外すとチンって、チンっていうやつで、そう、ピン。誰が使ったんでしたっけ、あの有名な選手いっぱい使ってたんじゃないですか。そうか、昔のね、うんうん、なんかのタイトリストの前のやつ、よくまたわけわかんないやつ使ってるなと思って難しそうなんです。